皆様こんにちは。早速参りましょう。今回の相棒はですね、メインキャスターのこちらの方です。はい、メインキャスターは高橋由紀でお送りいたします。よろしくお願いいたします。で、茨城県をですね、妄想ツーリングをしながらお取り寄せグルメなんてものを紹介してきたんですけども、今週もですね、引き続き美味しいものを紹介しながら実際に走ってる景色を見ていただきたいななんて思っているんですけども、はい、以前ですね、高橋さんはなんせ山梨へロケに出かけていらっしゃるので、そうですよ、私ですね、千葉県をまだ越えていないんですね、はい。あ、そうなんだ。そうなんです。出てないんですね。そうなんです。ということもあって、今回はですね、そういった景色を見ながら、はいはい、こういうところに長距離走りに行ったりしてたよなってことをこうね、さっきお茶いただきながらこう懐かしく思いながらですね、見ていたんですけども、今週もその景色を見ながらお届けしていきたいと思います。茨城県を妄想ツーリング、400直4ビッグワン。日本のスタンダードであり、現在唯一無二の存在、ホンダ CB400 スーパーフォアです。今回のスタートは県庁所在地でもある水戸市です。春の水戸市というと、金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つに数えられる偕楽園が有名です。園内にはおよそ100品種3000本の梅が植えられ、この時期にはかぐわしい梅の香りが春の訪れを告げてくれます。今年の第125回水戸の梅まつりは3月21日日曜で終了してしまいましたが、3月31日水曜までチームラボ偕楽園光の祭りが開催されています。梅が咲き誇る春の偕楽園の夜を光のアート空間に変えるイベントです。偕楽園は梅から始まって、桜、ツツジ、秋には萩やモミジと園内の花たちが次々と季節を届けてくれますので、いつでも楽しむことができます。水戸市から太平洋に向かい走るとひたちなか市に到着します。こちらには茨城レジャーの鉄板スポット、国営ひたち海浜公園があります。爽やかな潮風が吹き抜ける花と緑いっぱいの都市公園は、彩り豊かな花々が四季を通じて楽しめます。毎年4月中旬頃からは青色が美しい小さな可愛らしい花ネモフィラが見頃を迎えます。見晴らしの丘一面がネモフィラの青で染まり、空の青と海の青と溶け合う風景はまさに絶景です。アトラクション施設や林間アスレチック広場、バーベキュー広場などの施設も充実しています。どの季節に行っても美しい花と緑に出会えます。落ち着いたらぜひ行ってみたいですね。そして茨城は日本一の干し芋の産地です。原料となるさつまいもの農業産出額が全国第1位。砂糖など一切の添加物を使わない素材そのものの甘さを引き出した、まさに天然のスイーツが干し芋です。それでは妄想ツーリングの醍醐味であるお取り寄せグルメで茨城を満喫しましょう。水戸の偕楽園は梅の名所ですので、梅は外せないですね。こちら水戸の梅セットは偕楽園の梅を使った梅干しなどのセットです。そして茨城の冬のおやつ、干し芋です。今回はひたちなか市にある干し芋専門店大丸屋さんの干し芋食べきりサイズ、お楽しみ10点セットです。創業明治30年の老舗である大丸屋さんは干し芋専門店ということで、取り扱っている干し芋商品は50以上。さつまいもの品種や平干し、丸干し、厚切りと形も様々です。茨城グルメとともにいただくのは茨城三大名茶の一つであるフルーチ茶。ツインリンク茂木の近く城里町などで栽培されています。水戸黄門で知られる徳川光圀公も味の良さに感動して歌を詠んだという逸話が残っているお茶です。茨城グルメと一緒にお楽しみください。さて皆様、妄想ツーリングの美しいシーンをご覧いただきましたが、妄想の翼に一緒についてきてくださっておりますでしょうか。これ何、私の SNS みんな見てるのっていうくらいの
私の大好きなものがね、こう揃えられてるわけですよ。芋好き？干し芋好き？さつまいもが好き。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ好き。お取り寄せしてるくらい好き。今回すごい種類いっぱいありますよ。こんな種類私見たことない。なんですか、なんでこんなキラキラしてるんでしょうね。で、芋によって全然色が違うんですね。干したんじゃないの？なんでこんなにみずみずしいの？それですよ、美味しい干し芋はそれ。あ、そういうことなの。いただきます。ちょっと出ちゃいますけど、はい、いただきます。あ、綺麗な色、黄色だな。すげーうまい。意外と噛み応えありそうですね。しっかり、うーん、ね、干してないじゃんってぐらいすごいしっかりしてる。僕はあの食べてますんで進めてください。え、紫芋の干し芋ってなかなか見ないですよね。初めて見ました。でしょう、私も初めて見た、はい、いただきます。綺麗な色。うん、紫芋って、うんうん、普通の芋ってやっぱりちょっと味が違いますよね。なんだろう、独特の甘みがある気がする。でも葉っぱりしてるな。うんうん、なんかもう止まらないね。あ、そうなんだよ、これ止まらないんですよ。はい、ということで甘いものの次はしょっぱいものじゃないですか。あ、それも無限ループでいけるんじゃないですか。そう、無限ループなのこれ。いいんですか。いやこれお茶受けにぴったりですよ、はい、見てください。はい、綺麗な色、ね、これなんと偕楽園の梅を使った梅干しですよ。色がすごい綺麗。あの偕楽園で作られた梅を食べられるってすごくないですか。あー、塩気がね、僕あの塩気の強いのが僕好きなんですよ。これも唾液が、あー、これもね白飯だ。あ、これ白飯のやつだ。お茶漬けですね、もうね。お茶漬けですよ。いただきます。あー、これだいぶ塩が強くて好き。あー、これ今のこのワンスクープで丼2杯はいけそうですね、これは。しその風味が結構しますね。うん、皮もしっかりしてる。しっかり。あー、歴史に思いを馳せながらいただきます。あ、前回のお茶よりちょっと渋みがある気がするな。あー、これ口当たりが優しいね。優しい、そうね、そうですね。あの苦み当然あるんだけども、うん、これ穏やか、美味しい。あ、これはですね、これ、はい、あのこれね、前回食べたものはあの組み合わせであのお茶で食べたい、またこの梅にはこのお茶で行きたい。あれ、ソムリエ？いや、コンビネーションね、これ。コンビネーション、マリアージュですね。マリアージュ、だからね、あの車体はダンロッピよりブリヂストンかなみたいな。なんかこの梅はねこのお茶でいきたい。これレイさんこだわり始めたら結構めんどくさいタイプのあれですかね。私めんどくさいですよ。私なぜあのピーナッツバターあれだけこだわりましたから。確かに。あー、このお茶もまたね、これね、何と一緒に行くかでこのお茶変えていきたいと思う、うん、お茶がすごい好きな方でそういう風に楽しんでらっしゃるんだろうなっていうのが、うん、そうね、ちょっと浮かんだ。これ美味しいですね。どうしよう、こんなに美味しいもんばっかり食べさせていただいちゃって。いいですね、なんかおばあちゃん家に来た感じがする。だからやっぱりいつかは実際にバイクに乗って自分たちの足で出かけて、はい、そうね、そこで景色いいとこ探してこのお茶またいただきましょうよ、はい、うん、茨城県を妄想ツーリングしながら美味しいグルメをいただいております。高橋さん、ここまでいかがですか。はい、メインディッシュ食べたい。あー、メイン欲しいね。ちょっと俺もそろそろガツンとしたの食べたくなってきた。そうですよね、うん、だって茨城県は我が群馬県にはない海があるわけですから、はい、確かにね、海があるっていうことはですよ。何ですか。お魚。そうでしょ、はい、お魚がまだ来てない。これなんかすごい贅沢な妄想になってきたな。今回ですね、はい、お魚のみならず、はい、もう一品すごいものをですね、何何何何いただけるということで、結構大きく出ましたね、はい、皆さんぜひご期待ください、はい。茨城県は太平洋からの海の恵み、こだわりのブランド畜産品、豊かな大地で育った農産物などから食の宝庫と言われています。最近は少しずつ暖かさが増してきましたが、この間までの冬の厳しい寒さを覚えていますか。寒い冬が一番おいしいのが茨城の冬の味覚の代名詞、あんこうです。茨城では
11月から3月がアンコウのシーズン。見た目はギョッとするようなルックスですが、味は淡白でコラーゲンたっぷり、脂肪も少なく低カロリーなので女性にも人気です。伝統の技、吊るし切りでアンコウをさばく姿は茨城冬の風物詩となっています。続いては茨城県が誇る銘柄牛、日立牛です。指定生産者の情熱と長い期間培われた改良や確かな技術に支えられた高級ブランド牛肉です。茨城の雄大な自然の中で手塩にかけて育てられた極上の霜降り牛肉をぜひ味わっていただきたいです。さあ、妄想ツーリングも大詰めです。いよいよメインディッシュの登場です。茨城県の冬の味覚の代表、アンコウですが、今回はご自宅で簡単にアンコウの濃厚な風味が楽しめるあん肝ラーメンと、茨城の雄大な自然の中で育ったこだわりの黒毛和牛、日立牛を今回はシンプルに塩コショウでいただきます。そして茨城三大銘茶の一つ、奥久慈茶です。お茶栽培の日本最北限とされる醍醐町でおよそ400年前から作られています。奥深いコクと香りをお楽しみください。私もうちょっとメインディッシュ我慢できないんで、いいですか、帽子かぶり直したよ。私はハンバーガーとか本気出すけどこのスタイルだけです。ハンバーガーじゃないですけどね。いただきます。はい、もう海鮮の香りがすごいですよ。なんかね、お魚の優しい甘みっていう感じ。すごいお魚感が強い。美味しい。いや、なんか最近家系とかもうちょっとその何ですか、肉の脂っぽいラーメンが多い中で、海鮮っぽいこういう感じで、しかもその鰹節とかの鰹系じゃない感じ、うん、いただきます。てっきりお魚の脂が結構出てるものなのかと思ってたの、いやもう豚骨っていうぐらいの、あじゃなくて全然、はい、意外なことにあっさりしてるのに、へえ、お魚の甘みとか出汁とかががっちり出ちゃってる。これはね、食べたことがないタイプのラーメン。はいはいはい、高橋さん召し上がってみてください。いいですか。あー、あのね顔が今なんだろうな同世代のおっさんの顔出たな今。高橋さん、番組の綺麗どころなんですよ。あー、これ絶対使われるんだろうな今の絶対使われるんだろうな。鍋の締めって旨味が全部出てるじゃない。それがさ、美味しいんだよね。なんか鍋の最後に麺ちょっと落とさないみたいな今日雑炊にする麺いっちゃうみたいな感じのやつだよね。で、麺いった後ご飯入れて雑炊するのダブル締めあれ、私何これ、なんか太ってる人の、ね、発言でしたね今ね。びっくりした。あ、これ3種類とも全然味が違うじゃないですか。あ、本当に北に行くにつれてちょっと渋みが回す。へえ。はえー、じゃああれですね、千葉を出発してだんだん北上するにつれて、うんうん、いっぱいずつこうねコンプリートしていく旅なんてこれいいじゃないですか。いただきます。これはラーメンとお茶ですよ、完全に出来上がる。あー、これ確かにね、これしっかりしたお茶だね。ねえ、これね、組み合わせが効いてるんだと思う。うんうんうん、さっきのこの、まあん肝だよね、あん肝のお魚の甘みや脂からのこのお茶だもんね。うん、これなんかね、リセットされるね、一回スッと落ち着きますね、スッと。これうわ、焼き加減がバッチリじゃない。いいです。うん、いいです。いただいて、いただきます。リエさん、食べた後毎回同じ顔してません？溶けちゃった。あ、ご飯が欲しいね。お肉がさっといなくなった。さっといなくなった。あー、美味しい。なんか茨城県恐ろしいね、海あって、こういうものもあって、それがね、羨ましいところですよ。すごいな、火の入れ加減が最高。見て、こんなにうまく焼けんのすごいですよ、ゆうさん、すごい。いただきます。うん、これ
プだったけど、はい、しつこくないですね。重たくないよ、ね、やっぱりねお肉は油の甘みが重要なんですね、もう塩加減もいいね。あ、美味しいなこれ、私ご飯食べたい。多分その本当にお料理好きな方だと、多分その調理する器具とか火力とかって皆さんとても重要なポイントだと思うんですけども、まあ、今会議室でですね、あの比較的簡単な調理手段で作ってるにもかかわらず、この美味しさっていうのは、これなかなか異次元な話であって、シェフが焼いてないっていう、はい、あの千葉テレビの局員さんが焼いてるっていう、はいはいはい、美味しい、美味しそうに食べました。で、実はですね、この茨城の美味しいグルメや伝統工芸品が茨城県産品お取り寄せサイトでレイさん買うことができるわけなんですね。しかも3月いっぱいまで商品が2割引きと、このいいお肉なかなか、つまり2割増しでもっと多く買えるってことでしょ、逆に言うとすごい話ですよ。確かに逆転の発想でいくとそうですね。そうなので皆さんもぜひチェックしてみてください。葉月美優のホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉県船橋市にありますホンダドリーム船橋からお送りします。お話はホンダドリーム船橋のモナカが大好きな金山さんです。当選簿、当選簿買った。よろしくお願いします。お願いします。今回も改めてバイクのことについて聞いてみたいということで、はい、変速機についてお聞きしたいと思います。わかりました。今車だとオートマチック車がもう当たり前の世の中になってるんですけど、はい、まだバイクはマニュアル車が多いですよね。そうですね、マニュアル車のまず特徴としまして、はい、まず一つ目がクラッチという操作が必要となります、はい、で2つ目にあのギアを変えていくための操作が必要となってきます。はい、はい、その変速機ってそもそも何ですか。とまずこのクラッチのタイプですとギアが1速から5速、まあ、6速または6速あるんですけど、はい、こちらを、まあ、発進用のギアですね、でそちらがまず1速とかになるんですね、はい、でどんどんスピードが上がるにつれて2速、3速、4速であのギア比を変えていかなきゃいけないんですね、はい、によってあのスピードを保つっていうのためになりますね、はい、なので逆にスピードを下げる時などはもう上のトップギア、例えば6速だとしたら、はい、まあ、スピードが下がってきたら5速、4速、3速、2速で1速で最後はニュートラルというものになります、はい、はい、マニュアル車ではあのフルで手足、まあ、全部違う操作を行うので、はい、あの操作しているという操作感ですね、うん、がまず味わえるのと、あのバイク自体のパワーや加速感などが、うん、あの体感できるものになっております。自分で操作してるからですよね。そうですね、はい、はい、ものとなっておりますね、はいはい、クラッチの操作が必要ということで、はい、あの最近では、まあ、ちょっと前からあるんですけど、あのアシストスリッパークラッチというものが搭載されている車両があるんですね。以前のクラッチよりもあの軽くなってますので、はい、あの左手などの力ですね、うん、が弱く握れるので、あの疲労とかが軽減されます。また急なシフトダウンした時も、うん、あのリアのですねタイヤとかの、 あの、まあ、挙動がだいぶ抑えられるようにはなっています。へえ、それはいいですね。そうですね。であとこのシフトペダルの方ですと、うん、あのクイックシフターっていうのが最近搭載されている車両もありますので、発進時と停車時はちょっとクラッチの操作が必要となるんですが、うん、はい、あの走り出してしまえばあのそこからのギアの上げ下げはあのクラッチの操作がいらなくなるんですよ。足だけ？はい、ものになってますね。まあ、主にあのスポーツバイク、まあ、サーキットとかでメインであのその性能は活かせるんですけど、はい、あのツーリングなどであの1日長距離走られる際もそちらの方ですとすごく便利になってますね。うん、確かにずっとやり続けてるとやっぱ痛くなっちゃうから、こういうのがあると便利なんですね。そうですね、はい、うん、では次回はオートマ車についてお話ししたいと思います。はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございます。ここでホンダドリーム船橋からお知らせです。ただいまホンダドリームでは免許応援取得キャンペーンの方を行っております。2021年3月1日から9月30日までのエントリーしていただき、 126cc から 250cc までの新車ご購入で最大で4万円、
251cc から新車ご購入で最大で5万円キャッシュバックさせていただきます。詳しくはお近くのホンダドリーム店までご来店お願いいたします。さて茨城妄想ツーリング、そしてお取り寄せグルメを紹介してまいりましたが、うん、高橋さん、はい、いかがでしたか。いやなんかいろいろ楽しみましたね。甘いものも、はい、しょっぱいものもお茶もメインディッシュも、はい、茨城いいところですね。いいところ今日一通り楽しんでまいりました。うんうんうん。で今日私はですね CB400 で走ってたわけなんですけども、はい、うん、まあ、実際に私現地行ってるわけじゃないので、はい、CB400 で実際に行ってたらばどうだったのかなってことをですね妄想はしていたんですけども、まあ、千葉県から出発するのであればちょっと距離があるのでとなると、うん、まあ、CB1300 に乗っていったら、はい、まあ、楽だろうな快適だろうなと思うと同時に、まあ、現地でここでお茶飲んでちょっと移動してまたお茶飲んでまた次のお茶飲んでとお茶コンプリート旅とかそういうテーマを持ってちょこちょこ泊まったして繰り返そうと思うとやっぱ CB400 良かったなと。これまでいろんなとこ遠いとこねバンバン行ってたのが結構もう前のことのように思っちゃってあそこで食べたあれ美味しかったなとか思い出あるんですけど、今日はねお取り寄せができて結構なんかそういう自分の中でなんか隙間になっちゃったのも結構埋まったのかななんて気がしたんですけど、うん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 、しかもあのお取り寄せ、はい、今月いっぱい2割引きっていうのがすごいいいなと思いますよね、はいはい、私はもう完全に量を2割増しにできるっていうイメージを持ってるんですけどあいっぱいお肉食べれるみたいなそうよ本当そうですから ねそういうことなんですよ、はい、まあ、今回はですね、まあ、映像を見ながら、うん、高橋と共にですね、はい、妄想の翼で羽ばたいてきたわけなんですけども、はい、でも結構あれでしょもう行った気になったでしょ。うん、食べたからね。でしょいやでも行った気にはなってなくないですか。冷たい風を感じてない、うん、ああそうだねそうだね、まあ、いつか自分たちの足で出かけていきましょうよ。そう、ね、じゃあそんなわけで今週も高橋さん締めのお言葉いただいてもよろしいでしょうか。これだ高橋さんです。どうぞよろしくお願いします映像中にね日立海浜公園ネモフィラが綺麗だよってやってたじゃないですか。あれね秋になるとコキアが綺麗なんですよ。コキアって知ってますか。こんもりした丸い赤い木なんですけど畑のキャビアって言われるあのトンブリあれはコキアの実なんですよね実は。そう、まあ、それはどうでもいいんですがとにかく日立海浜公園はいろんな季節いろんなお花で楽しめるので早く行きたいな。はい旅に出たいということで今週はこの辺りで失礼します。月刊プレゼントはバイクによる社会貢献活動を行う一般社団法人ピースメーカーと千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンがコラボレーションしたノーバイクノーライフロングスリーブ T シャツを2名様に。さらに国内外の自動車メーカー指定用品として採用される信頼のカーケア用品メーカーであるシュアラスターよりゼロフィニッシュ、ゼロバリア、ループパワーショットをオリジナルバッグ付きスペシャルセットにて3名様にプレゼント。ご応募お待ちしています。